うまい、おいしい、おいしい、どう、あ、おいしい、うん、おいしい。はい、今からですね、はい、台湾に向けて行っていきたいと思います。イエーイ。もう出国審査もね、すんなり終わって、うん、ね、今すごいね、なんかパスポート乗っけて鏡を見たら顔認証されるっていう、うん、そうですよ、もうすごい時代だね。はい、というわけで楽しんでいきたいと思います。翔ちゃん体調良くなってよかったね。よかった、イエーイ。これが今日僕たちが乗る飛行機、エバーエアーです。はい、というわけで台湾着きました。実はですね、あの雨、台風のせいでね、はい、3時間遅れでようやく着きました、ね、飛行機で3時間待たされたよね。そう、もう 倍近く飛んでますねよし、ということでこれからですね、まあホテルに向かって夜市に遊びに行きたいと思います。行ってきます。よし、着きました。よいしょ。中は、ね、うん、わあ、でっかいベッドこれなんていうの、これはダブルのダブルだね。でもでかくない？でかいね。キングっていうのかな、キングサイズなのかな、わかんない、すごいでかい、すごい。着きました着きましたね。いや長かったね。長かったね、だってここまで来るのに、うん、だってここに着く予定が6時、本当は6時くらいの予定だったんだよね、うん、今は今ね、もう9時、9時台湾の時間で9時半、うん、9時半か、見えたかな、これからね、うん、ご飯とかね、ちょっとホテルの周り行ってみようか、うん、本当はその6時に着いたら、うん、夜市に行く予定だったんだよね、うん、でもなんかちょっとね、なんだかんだ行くのが遅くなっちゃった。まあでもここら辺でご飯できたらなと思って、うん、なんか美味しそうなお店探してみよう、うん、うん、どうする、それ有料だったら、え、そんなことない、ねえ、タピオカ飲む、タピオカ、あ、飲みたい、あるかな近くに、どうかね、でもなんか、うん、とりあえずお腹すいたかな、よし、そしたら早速行くか、うん、うん、行きましょう、行こう行こう、うん、甘い。さあ街に出ました。もうすごい交通量、見て見て、なんか早速ここで赤ちょうちんがあるんだけど、本当だ、何の店だろう、ちょっとだけ見ていい、うん、すぐ近くにセブンイレブンあんじゃん、うんうん、ホテルの近くです。はい、2日目、2日目、今から朝ごはんを食べに行きたいと思いますね、うん、なんかいいお店があるといいんだけど、どうだろう、ちょっと探してみよう、探してみよう、はい、うわ、美味しそう。午餐你们等待的时间，饭跟配色都稍微有帮你们分等。秘密武器要不要辣？哦，不要辣，不要辣，好了，不要辣，不要辣。啊，不然也解救。也解救，我们现在没有办法啦。哎。啊，都有饼啊，买一个饼啊。只有各一个。你要等下一张啊，这托你那一张是国泰老师的。好。哎，你的饼是正常的还是要你长版的？嗯，没事。
おにぎりとあとはあとね、ネギ、日本語でネギケーキって書いてあったんですけど、ネギ餅みたいな、こんな感じ。うん、美味しそうだよね。うん、食べましょう。食べたい。どっちが食べたい？俺おにぎり食べたい。おにぎり食べたい。しょうちゃんは？俺はこっちじゃ食べようかな。うん、あ、2つあるから切ってる。あ、切ってある。明日いただきますね。お腹すいた。うん、いただきます。おいしい。うん、お米はね、うん、なんか多分もち米っぽい感じ、ちょっともちもちしてる、うん、ね、お米自体にこれ味はついてなくて、うんうん、中にね、なんか高菜みたいなやつとか、あと卵と、あと揚げパン、うん、が入ってる。そうなんだ。こっちはですね、うん、なんかお好み焼きみたいな感じかな。あ、そうなんだ。うん、美味しい。なんか生地ももちもちしてそう。うん、この2つで75台湾ドルだから約4倍くらいにしたらいくらだ？300円くらい。うん、まあ、そうだよね。うん、あ、おいしい、これ。すごい。今僕たちはこちら、はい、こっち、シーリン駅に来てます。ここに何があるかというと、シーリン夜市。夜市でーす、ね、めちゃくちゃ来たかったからね。うん、ここでお腹いっぱい食べようと思います、ね、食べて飲んで楽しみたいと思います。その様子をお送りしますので楽しみにしててください。では行ってきます。あ、そぎがやばにしたのすごいなにきじゃん。よかったね。よかったっす。おいおい、おいおい、おいおい。まあ、初めての。はい。たくさんあげます。暑いから気をつけてよ。暑そう。暑いよ、暑いよ。気をつけてね。どう？美味しい。やったね。美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。俺も食べたい。よかった。よかった。俺も。あ、いい。あ、ちゃんと味がついてて、美味しい。あ、うん、熱い。熱い。うん。うん。美味しい。お、やった。うん。ね。やった。ありがとうございます。すごいサクサクしてる。うん。美味しい。美味しい。な、うん。はい、というわけで今回ですね、うん、あのシーリン夜市を案内してもらえる、案内していただく、うん、サム&リチャードさんです。よろしくお願いします。サム&リチャードさんもですね、あの台湾出身のリチャードさんと日本出身のサムさんの、はい、カップルなんですけれども、今回台湾に来るということでお声掛けいただきまして、一緒に夜市に来ることになりました。ダブルデート、はい、ダブルデートですね。はい、いろいろ案内よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。続いて豆板醤を飲んでみたいと思います。これか、うん、豆板醤ってタピオカ入り、ね、初めての豆板醤、うん、美味しい。どんな味？なんか甘い、あの黒糖の味もします、うん、黒糖の味、うん、うん、めっちゃ美味しいです。あ、美味しい、うん、
本場のタピオカ。なん。はい、次は胡椒餅を買いたいと思います。すごい行列ができてる。なんかミシュランで星をゲットしたお店らしい。すごい行列だったね、うん、これは1人1個ぐらいね。どうなんだろう、胡椒餅ね、こんぐらい。暑い暑い。これちょっと食べてみたいと思います。ごまがたくさんついてる。さあ、いただきます。あ、そう気をつけて、やけど。うん、おいしい。なんか、何が入ってるの？ネギとか。いろいろ入ってるんだ。なんか、ね、お肉とかさ、うん、だね、青ネギとかいっぱい入ってて、うん、美味しそう。なんか肉まんみたいな硬い、うん、ちょっとカリッてしてそうだよね、うん、でもそう、匂いはほんと胡椒が効いてる感じで、めちゃくちゃ美味しいです。ビールに合いそう。うん、うん、いただきます。おいしい。胡椒が効いてるね。うん、ちょっとピリッとしてて、うん、でもなんか具だくさんで美味しい。ね、美味しそうだよね、うん、カキ。カキ100台湾ドル300円くらい、400円くらい。うん、うん、あ、うん、ねえ、めちゃくちゃやばくない？頭、わー、すごいな、めちゃくちゃね。次は食べてみたいと思います。どんな味なんだろう。食べれるかな、ね、食べれる。なんか結構すごい匂いするよね。うん思います。あ、キャベツなんすか。キャベツの匂いですか。食べてみよう。はい、どうぞ。ドキ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 。はい、よく、はい、よく。あ、どんな味？どんな味？どんな味ですか？なんだろうな。食べれなくはないんだけど、なんか後からの匂いがすごい。食べすぎ？いや、いいと思う。这个梦也是我俩的。笑顔。笑顔。食べれる。つまんないね。なんか後からさ、なんか鼻になんか抜けるのない？うん、でもまあこういうものかなみたいな。本当？うん、食べれなくもない。あら。意外と。翔ちゃん大丈夫、うん、ちょっと意外。なんかお酢？あ、わ、うん、なんかちょっと酸っぱい感じだよね。酸っぱい、うん、黒酢なのかな。あ、黒酢パン。まあ、ないですか。まあ、食べれなくはないかなって感じでした。わーわーはい、台湾最終日です。ありがとうございます。おめでとうございます。で、見てこれ、うん、なんかこのレインボープライド
ードの期間中だけ横断歩道が